大変お待たせいたしました。ただいまより小芝名誉教授ノーベル賞受賞の記者会見を開かせていただきます。まず本日の出席者のご案内をいたします。皆さん向かって右から駒副学長、佐藤理学系研究課長、そして小芝名誉教授、佐々木総長、日野渡副学長でございます。私は司会を担当させていただきます広報委員長の森と申します。どうぞよろしくお願いします。本日の予定を先に、簡単に申し上げさせていただきますけれども、一応、記者会見は45分間ということにさせていただきたいと思います。それで、まず最初に総長からご挨拶をいただいた後、部長から先生のご略歴的業績についてご紹介いただき、そして小芝先生からお言葉をいただいた後、皆さんからのご質問にお答えするという形式で、やらせていただきたいと思います。それではまず佐々木総長よりご挨拶を申し上げます。今回音楽名誉教授でいらっしゃいます小芝正俊先生が長年にわたる優れたご研究の成果が世界的に評価され、ノーベル物理学賞を受賞されましたことに対し、東京大学を代表いたしまして、心からお祝いを申し上げたいと思います。今回の受賞は、先生の長年にわたるご研究の賜物であることはもちろんでありますが、同時に、このような東京大学の東京大学における知的活動の水準の高さが世界的に評価されたというにおきまして、我々東京大学の一党としても喜びに堪えないところであります。昨年私は先生と一緒に上岡の上岡スーパー上岡に訪れましたが、その後皆様ご案内のように事故等がございまして、大変その後施設の修復等に大学としても各方面のご援助を賜りながら努力してまいりましたが、そうした苦労も今日の先生の受賞によりまして全て吹き飛んだという感じでおります。今後とも先生にはご健康に十分留意され、またこれからも後輩の激励と指導になお一層ご協力賜りますよう東京大学を代表してお願い申し上げ次第でございます。先生今日どうもおめでとうございます。続きまして佐藤理学系研究課長理学部長より小芝先生のご略歴と業績について簡単にお答えをいただきたいと思います。理学部長の佐藤でございます。それでは簡単に先生の役歴と、業績の紹介をさせていただきます。先生は大正15年の生まれでございますけれども、昭和26年3月東京大学理学部の物理学科を卒業されております。昭和28年8月には米国のロチェスター大学の大学院に留学されまして、昭和31年にロチェスター大学に行きまして博士号を取得されております。その後ロチェスター大学の物理教室の研究員、シカゴ大学の物理教室の研究員を経て、昭和33年3月に東京大学原子核研究所の助教授に、そして帰ってきてございます。その後昭和38年11月より私ども東京大学理学部に移っていただきました。まあ当時に昭和42年6月に理学科学学院の東京大学から入って、その後昭和45年3月に東京大学の教授に就任してその後先生は昭和49年の6月から東京大学の我々理学部の中に
付属の高エネルギー物理学実験施設を作られまして、そこの施設をここに建てられます。その後、昭和52年には、理学部の付属の素粒子物理学国際協力施設というのを作り、またそれがどんどん発展する流れでございますけれども、昭和59年4月には、理学部の付属の素粒子物理国際センター長に建てられます。先生のお仕事は、いわゆる宇宙船、宇宙から素粒子でできますコスミックレイでございますけれども、この分野でまず先生は業績を上げておられまして、宇宙船のエネルギーのスペクトラムということから、これは宇宙船というのは超新星の爆発、あとで先生がニュートリノを検出される超新星でございますけれども、この宇宙船も超新星の起源であるということを、初めて指摘しております。先生は、その後この先生が設立された実験の施設を、活動といたしまして、ドイツの国立電子シンクロトロン研究所において、研究を素粒子の研究の加速の時期を進めておりまして、素粒子の1位の発見、ウローの検出その他すべて、研究を進めておりまして、ドイツからドイツ連邦共和国功労勲章大功労勲章も授与されております。またヨーロッパの原子核研究所でありますセロにおきましてオファールという実験も発足されております。これは後で、後の先生の後の方々がついて多くの成果を出しております。これからの話が先生のイノベーションにつながりました大きな研究でございますけれども、昭和53年に、素粒子の大分子論という理論が予言していることでございますけれども、私たちの体などを構成している核子、陽子とか中性子でございますが、それが崩壊して壊れるという意味がされております。先生はこれを実験的に検証するということをお考えになられまして、神岡鉱山に神岡でという装置を作りにいただいたわけでございます。この崩壊が見えなかったことから、従来の一番単純な大突理論では説明ができないという推理をするようになりましたけれども、この装置が同時に宇宙から輸送で来るニュートリノの検出に役に立つのではないかということを先生は気づきになられまして、それの研究を始めたわけでございます。ご紹介と加えますと、実はエネルギーの低いニュートリノを測定しなければなりませんので、これは装置の大変大改修が必要なわけでございまして、非常に困難なことでございますけれども、太陽から降り注ぐようなニュートリノの低いエネルギーも測定できるように、先生は努力されたわけであります。これがちょうど、これから西暦の時期ですけれども、1986年の末に、この低いエネルギー、太陽からのニュートリノも測定できるようになりました。そして1987年の初頭から、この太陽ニュートリノの観測を開始したわけであります。観測を開始してから2ヶ月後の、2月の23日でございますけれども、大マゼランセロンに超新星が実現いたしました。先生は、大マゼランセロンは多くの方ご存じのように私たちの天の川銀河を言ってみれば子供の銀河でございますけれども、その子供の銀河からに起こりました超新星の光覚から出たと考えられるニュートリノを検出されたわけでございます。これは、超新星の理論によりますと王子様というのはある程度重さがある、太陽の重さの10倍よりも例えば大きい王子様でありますと最後に大爆発を起こして中心に中性子星とかブラックホールを作りますがその時に大量のニュートリノが放出されるという理論がございましたけれども、それを観測的に先生は実証されたということでございます。先生のお知らせがあることは明らかにこれニュートリノという非常にものとぶつからないそういう素粒子を使うことによって、天文学ができる宇宙の観測が使えるということを、初めてお示しになられたことで、そういうことで、ニュートリノ天文学を先生が創始されたということで、ございます。
まあ、串間先生はこの研修のあと一月余りで東京大学の理学部をご退官されましたけれども、先生の書かれたこの路線の上で、タイムカーの装置を使いまして、先生の目標通り太陽のニュートリノの検出に成功しまして、はっきりと太陽の方向からニュートリノが来ているということをはっきり示しました。また同時に、やってきているニュートリノの数が理論と比べると非常に少ないということもはっきりと示すことができたわけでございます。さらに、そのスーパーカミオパネル装置を発生させたスーパーカミオパネルという装置が現在ありますけれども、これはまあ、この元々のカミオパネルを大幅に大きくしたスーパーでございますけれども、それを使うことで、ニュートリノがはっきりと質量を持っている、またニュートリノが振動するということが、数年前に、このスーパーカミオパネルを使うことではっきりと明らかになったということでございますけれども、これらの基礎を、まあ、藤野先生が全て、捨て取られたということでございます。まあこれは主な助手でございますけれども、まあ、私自身は個人的に申し上げまして大変恐縮でございますけれども、私自身は超新星からやってくるニュートリノの理論的な研究をずっとやっておりまして、そういう意味では藤野先生がこのような私ども理論屋が展開しておりました、まあ、ニュートリノの理論に関しまして、ということに信じられていることで喜んでおります。また何度申し上げますが、先生の仕事は東大の理学部における研究でございます。現在スーパーカミオパネルとかそういうのは宇宙船研究に使いますけれども、このカミオパネルの成果は我々東大理学部の成果でございます。まあ、それでは理学部長として大変よろしくお願いします。また私自身は、まあ、数年前日本の物理学会の会長をしておりましたけれども、まあ、日本の物理学、三河智永、江崎先生、すでにノーベル賞を受賞されておりまして、このレベルの世界的高さはよく知られていることとは思っておりますけれども、藤間先生がこのニュートリノの、超新星のニュートリノ検出、新たなニュートリノ天文学を創設されたということで、まあ、日本の物理学のレベルの高さを再度、世界に知らせるということでも、まあ、喜んでおります。まあ、そういうことで、藤間先生の今回の受賞は、もう今の物理学者全体の喜びでもあろうかと思っております。少し長くなりましたけれども、先生の業績を紹介させていただきます。ありがとうございました。それでは、藤間聡名誉教授よりご挨拶を。今日はこんなに遅くになんで出てきたのか、東京大学がこういう会をやるから出てこい、私は東京大学に恩を感じているためにいやということができないです。どういうことかと言いますとね、これは今年の3月の東大の卒業式の時に理工学部の卒業生に話したことなんですけどね、私はこの東京大学の理学部の物理学科を倫理で出てきました。倫理で卒業した学生を何年か後にね、先生として迎え戻して教授にまでするっていう大学はあんまりないんですよ、ね、でしかも東京大学に来てから私が夢を見ていたいろいろな実験をサポートしてくれて、予算も取ってくれて、それを実現させてくれたってことで、私は東京大学に恩義を感じてますから、だから来いと言われれば入ってくる、それで今日の会見ということになったんです。で、私、どういう話をしていいのか分かんないですが、先ほど佐藤先生が私がどういうことをやってきたのかというのを詳しく話してくださったんですが、聞いてて、ああ、そうか、俺はこういうことをしてきたんだと
知りたい気持ちが来てたと思います。一番嬉しいことはね、最初に始めた紙の神の神の実験、それからその後次2代目の実験としてスーパー紙の神、これも非常にいい結果を出しました。これからも皆様を喜ばせてくれるようなこれはという結果がまだ2つぐらいが出てくるはずです。さらにその最初の神の神での時に一緒にやってた教え子や、若い人たち、そういう人たちがどんどん成長しましたね。もうすでにその人たちがいくつかの物理学会の賞をもらってますし、さらには第三世代の実験装置として例えば名古屋、東北大学の鈴木康子教授が作ったカムバンドという実験、これも素晴らしい良い結果を出しています。で、昔の伊藤時代のね、あの落語で言うと、三代目っていうのは大概ね、あの遊び事を覚えたって、仕事をまともにやらないで、売り家と川用で書く三代目っていう落語があるんですけどね。神岡の場合には三代目はますますいい仕事をやってます。これは大変に嬉しいよ。まあ、嬉しいことばっかり言ってて、少しボケちゃったのかな、それまで。まあ、私はそういうことが嬉しい。まあ、このくらいです。それでは、ただいまより皆さんのご質問をお受けしたいと思いますので、どうぞ。ございますか。東大から初めてノーベル賞ということですか。東大のまあ。
学生として卒業されて一緒に丸になったというんですけども、その後先生の勉強というのはどうしてですか。勉強もう勉強されたわけですね。東大を終えた後。そうですね、あの周りの人に追いつこうと思って一生懸命になって。誰ね。周りの人に追いつこうと思って一生懸命になって。ああ、何回も勉強したんですか。だからね、僕は文化勲章をもらった時かな、僕の尊敬するシカゴの南部先生と偉い先生がいるんですけどね、その先生がファックスを作っててね、昔南部先生の研究室が僕は大学に入った中に武者修行を保証して研究室に貸し物を執行したり住み込んだことがあるんですね。その頃は、まあ、要するに周りの人間に比べて学力が伸びた考えで何とか人を追いつかなかったと言ってもがいたと思います。その頃はお米が南部さんが、ね、送ってくれたファックスとか、ね、チンパンジーが寝っ転がってたそばの本が開いてね、でそばに大きな字で、エフリアになりたかったんだよって書いてある。それを南部さんが送ってくれたくらいで、その頃は周りの人に追いつくんで、今途中にも、これまでのご研究の中でですね、最もご苦労があったのはどんな点でしょうか。最も苦労された点。苦労っていうのは感じないですよね。自分の夢を追っかけさせてもらってんだから、何にもかもが夢中でやってますからね。特に苦労と感じたことはなかったですね。その先生が思い描いたその夢というのは、今どのくらいまでたどり着いてるんですか。夢なんてキリがないんですよね。だから今先人から機会を借りたいって言い切りましてますけどね。
若干先輩ですよね。そうです。私47年に先生は51年にこっちに来たから、スタッフに行くときに高台に乗ってようですが、見るとこっちの方が欲しい。まあ、ノーベル賞というのはやはり、皆さんできたの、ノーベル賞、まあ、ノーベルというのはご存知のように、科学の重要性というものをその世の中に、科学の知識というのは、人類の最高の財産だということをですね、科学の重要性を強調したということで、まあ、小島先生が物理学をしてもらわれたら、今後、優秀な人たちが物理学を志してくれれば、大変幸せです。そういう意味で、もちろん小島先生の立派な仕事が今回の認められたということは、十数年かかりましたけれども、認められたというのは、私、心から嬉しいです。それだけでも、まあ、日本のこのサイエンスの立場から言っても、こういうものをもらわれたということがあるんです。それから、やはり、モラルが、まあ、最近あまりいいニュースが、投資ニュースの中で、小島先生のニュースが大変大ヒットで、大変な快挙で、本当に、それも私は院長ですからね。だからあんまり口出さないほうがいいんだけど。先生、今子どもたちにですね、理科数学離れっていうのは言われてますけれども、まあ、今回賞を取られてですね、今後これからの子どもたち、まあ、特に理科についてですね、おっしゃられるとしてどういうことですか。私ね、
学の理科の先生を何とかして中学校に配置していきたい。でどうにしたらいいのか僕には分かりませんけどね、文部省の文部科学省の人たちに本気で考えていただきたいことが一つですね。もう一つ星葉先生もらえたというのは嬉しいと思うのはですね、サイエンスというものはね、何かこう役に立たないといけないというようなこの宇宙アストロフィジックスがね、そう急に役に立たないだけど我々の父に感謝の心出すことで、私は2つの言葉が非常にこう、意味があり印象あって、それはね、一つはコスモス、宇宙という言葉、それからもう一つは生命という言葉です。私はもやはり宇宙ということに関してはね、人間はもう大目太鼓の目ですから大きな夢が あるわけですが、そんでその宇宙で何の役に立つかという、そうです、何の役に立つか、我々の知識を言いますかね、我々のそういう知識がそのなるというんですが、今回小島先生、アストロフィジックスという日本の分野に戻ったということは、これやはり大変日本のサイエンスにとってもこれプラスだと思います。最近はどうも役に立つことばかりをじゃないと価値がないようにようなさ役に立つんで、まあノーベル賞というのはやはり非常にバランスが取れてる賞ですね。アストロフィジックスはこれ何年目くらいですかね。この前ずっと昔ニュートリノについて、確か88年くらいにニュートリノを見て、レザマン、ね、レザマンとか、ある88年、あるもなんかニュートリノ2種類ある、そうそう、ニュートリノについて88年にもらえて、まあ、そういうところで、で昨年は娘の方では、ボーダーアインシュタインの凝縮物なので、これも非常にこう基本的なもので、その前の年は半導体、半導体非常に実用的なあれは適切インストルメントもあれは、まあ半導体というのは実用的ですから、いろいろバランスがあります。今回は3人の賞、非常に我々 その夢のようなもので、直接これは役に立つ、役に立つ、しかしそういうものも重要だということを、その人にとって良かったと思います。それをやるか
ということを決心するときに、その前日の出している結果ですね、つまり太陽の見取りが予測値の3分の1しか取れないぞ、何かおかしいことが起きているぞということがですね、じゃあ本気で太陽の見取りを測ってみよう、決心をさせるの大いに原因になっている。難しい問題はね、宇宙に満ち満ちているニュートリノ、それが宇宙が生まれて大体1秒ぐらい後にね、物質から離れて宇宙に死に出したニュートリノ、いわゆるコスミックニュートリノバクテリア、コスミックニュートリノバクテリア、それをちゃんと測れるか、これはもう大変に難しい問題ですけれども、一番重要な問題だと僕は感じています。でその宇宙背景ニュートリノというのを測るのにですね、産業関係および産業関係が確定したニュートリノがゼロでない質量を持って、有限な質量を持っているということは、実は大変に素晴らしい可能性を示してくれた。何かというと、ゼロでない質量を持っている、そういう低いエネルギーのニュートリノは、全反射、トータルエフェクト、を知るということが分かった。そうすると今まで我々が測っていた太陽ニュートリノとか超新星ニュートリノとか大きく方角を運動精度よく測るということができなかった。だけれどもそれが運動低いエネルギーで、しかも有限な質量を持ったニュートリノというのは全反射をしますから、放物線鏡とかそういうのを使って普通の光学望遠鏡のように精度のいい角度測定ができるはずなんです。それは素晴らしい可能性だけれども、問題はそんな小さなエネルギーのニュートリノをどうやって検出、これは大変に難しい問題で、おそらく私の想像では今から20年、24年ぐらいの本当に集中的な開発研究をしなければそれが検査できない。社会に対して何か活動される予定なんかはありますか？ないですね。僕はね、
はいはいって、ね、先ほどですね、ちょっとまだいろいろあるかと思いますけれども、あの先生はですね、あの先ほど申されたように今頃は普段日頃熟睡されているお時間ですので、そろそろあの終わりにしたいんですが、もう一つ最後に、どなたか入って最初に大きな声で言ってくださった方、じゃあ先生、勝間さんじゃないですけど総長に伺いたいんですが、はい、農業省といえばなんかミネラルな教材と関係しますけど、総長が明日の午前中までは、もう完全に待っております。それで午後につきましては今調整中でございますので、もし何かインタビュー等で申し込みがある方は広報室の方にご連絡4日いただけますと、調整の具合で何とかできるかと思いますのでよろしくお願いします。それでは本日はどうもありがとうございました。これでは失礼します。